さて、生かしたゲームするか。手がということで、手がわちゃわちゃしてたんで、手と一緒にゲームしていくわ。果たしてこの手元動画に何の需要があるかわかんないけど、まあ、とりあえずいつもと違うスプラトゥーンってことでやっていくわ。まずはこのインクレールを渡ってくるやつをしばき上げたかったんだけど、今回はゼロ乗車ということで、手元映してると緊張するな。見られてる感がすごい。中指とか立てられないじゃん。相手の編成見たところ、ゴーニーいるし、インキャジェッカスいるし、うわ、うっとうしい。クソエムだー。ビーム系の武器って全体的にうざくね。エーペックスのチャージライフルとか。あ、これ絶対左来るわ。ここ心のエイム。あえてはすでに僕のエイムの中。はい、置きエイム。強くね、心の中の置きエイム。もう未来予知みたいなもんよね。これ、雨降らしと一緒に僕乗るわ。ヤグラに乗って、一気にここで完成する。ハンチャー一発当てた。ワン、ツー、オッケー、完璧。逃げれると思うなよ。やっぱ、竹を極めし者は、ハンチャーが上手いって、本当だったんだな。やばい、足元いる。あ、これ終わる、終わる、終わる。いや、爆風広くね、ノバブの。ここで、リッターのギアを紹介しましょう。なんと今回はスペシャルなギアになっておりまして、大仏、ペナアップ、ラストスパート、もう色てっこ盛りだね。とりあえず適当に積んだら強いんじゃねみたいな、そんな理論。僕が考えた最強リッターみたいな、そんな感じだね。左、あー、足元だった。危ねえ。生きた心地しねえわ、ノバブの爆風。広すぎ、東京ドーム何個分？あ、大仏だから割りたい割りたい割りたい。あー、無敵時間。あ、でも、着地が勝った。このギア未完成で、早く完成するだけだけど、かけるがマジでないのよね。かけら30っていうか、マジ見づらい。iPhone が目線の真ん前にあるから、マジで重なって見づらいんだけど、これどうにかしたい。うわ、うわ、地獄だ。うわ、でもナイスだ。ナイス、アーマーだけどこれ、やばい。なんか生き残った。意外とアーマー硬かったわ。重ね着とかあったっけ、これ。そんぐらい硬かった気がする。あ、そこいるね。ソゲキングしたかったけど、あ、でも、右にもいる。絶望のずんどこだ。一人だけでもだ。いすぎ。夏のセミじゃん。ゴリ押し作戦。このヤグラにもう永遠にジャンプする。永遠にもうスプラトゥーン1を思い出せ。永遠にジャンプする。ゴリ押し作戦。ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押し。オッケーオッケーオッケー。9も済んだけど、ゴリ押しってよく考えたら作戦じゃなくね。おほほ、この世の中はキルじゃない。ヤグラを進めた方が勝つんじゃよ。は、この声は。スプラシン久しいな、キルハヨ。お主最近、スプラ以外のゲームしすぎじゃ。本来はいいが、たまにはスプラもするんじゃよ。それはおゲームじゃ。そのぐらい分かってますよ、スプラシン。それよりスプラシン、スプラ3は立体余計は一体どのぐらいの射程になるか、ちょっとだけでも教えてくれないですか。それはの、聞いて驚くな。ソイチューバーと同射程じゃ。さてさてさて、僕の出番のようだね。ここでソゲキングかまし、やばい、これ絶対止めないと、やばい、狙撃、あー狙撃、よしよしよ、あと、のんどん撃てたら取る、よよよよよよ、よく考えたら、リッターだったら手元あんま動かねえな。そうそう、こないださ、大学の友達にこの実況動画バレるとこだった。危ねえ、めちゃくちゃ怖かったわ。友達が遊びに来て、スマブラしようぜーって、あ、いいよ、僕インクリングぶっ放すわ。オッケー、カズヤぶっ放すわ、とか言ってたんだけど、お邪魔しまーす。あ、どうぞどうぞ上がって、あ、パソコンつけっぱじゃんって。パソコンに堂々で編集画面映ってたのね。あ、やべ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 って、速攻で消したんだけど。何今の？録画？やべ、見られた。どうする？あ、もしかして、イラストの資料用に撮影してたとか？これ見ながら書くとか、そんな感じでしょ？あ、そう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 、正解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 。キルハってスプラトゥーンのイラストほんと好きだよね。もしかして、ロリコンだったりする？あはははは。でね、なんとかごまかしたね。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ゲーム実況、身内に見られるのが一番恥ずかしいからね。ごまかせて本当によかった。バレたらもう、恥ずかしいのキャパ超えして、恥ずかししてまうわ。先生、キラーは、キラーの容態はどうなんですか？誠に言いづらいのですが、その、死因は、恥ずかしです。いい、絶対嫌やわ。そう考えたらさ、みんな TikTok にダンス動画とか上げまくってんじゃん。あれ、すごい勇気あるわ。恥ずかしいよ、もう超演出してんのかな。あれは真似できないね。だって僕今、手元映してるだけでちょっと緊張してるもん、いつもより。ははは。恥ずかしいよね、克服する方法とかあったりするのかな。いや絶対無理じゃん。無理。妖怪無理壁のせいにしよう。そういえばもうみんなは夏休みだっけ。小学生、中学生、高校生ぐらいは。いや、高校生はまだあるかもしれないな。僕はまだ学校あるんだけど、めちゃめちゃ最近暑くね。プール行きたいよ、プール。小中は学校にプールあったじゃん。でも高校はなんかあるところとないところあったよね。僕の学校はプールなかったんだけど、大学は当たり前のようにないね。中学生のこれ懐かしいな。プールの授業の後の国語の時間とかめちゃくちゃ眠たいよな。
でもあの眠たさはちょっと気持ちいいよね。でカルキの匂いとかも匂って、窓の近くとかめっちゃそよ風が気持ちいいのよ。あれ未だに覚えてるわ。あの心地よさ未だに記憶に残ってるもん。気持ちよすぎてクラスの半分近くがうとうとしてんのよね。あのそよ風な、プール終わってあの学校であの時間帯だからこそ感じられるそよ風だった気がするわ。で、そよ風に浸って国語の教科書がペラ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  ASMR みたいに聞こえてくるのよ。あれも気持ちよかった。超クソどうでもいい老害みたいな話になっちゃったんだけど、まあ、何が言いたいかっていうと、学生時代はマジで楽しんだ方がいい。小学校卒業したぐらいからもうそれに気づいて、今しかないんだって気持ちで学校生活してたね。だって大人になった人全員言うやん、学生時代に戻りてーって口揃えるように。そういうことよ、それが答え。まあ僕は人生最後の学生生活をこんなよくわからん YouTube で過ごしてるんだけどね。ああ、まだ一度もデートとかしたことないし、飲み会とかも行ったことないし、何やってんだろう。あるある、せめてスプラタ的だけでも勝たせて、やばい、あとちょっとでリードなんだけど、これジャンプで、乗る、敵はガン無視して乗る、やめせる、行け、完成で動け、頼む、でるるるるる、まあ、慌てなサンダの精神を、こっから絶望のずんどくに落としてるわ。勝つのがスプラトゥーンの醍醐味だと思ってるからよ。こっから届くんだよな。リッターソージェッパか。僕の餌だ。うめえ。うま。空飛ぶエイム練習と名付けようじゃないか、ジェッパは。とか言って外した時は大惨事だが、これアーマーマル、おお、なに。そんな飛び方するトラップで、アーマープラストラップでめちゃくちゃ吹っ飛んだんだけど、びっくりした。あいつのリッターに弾かれたんかと思ったわ、一瞬。だからこれはクイックボムを、あれにかわしていて、雨で落ちろ、あいつロールナイス。あっぱれ。あと1カウントなんだよ。味方が強すぎる。味方もっと前だろ。僕を守るんだ。小さい敵を近、死にたくない。いけ1カウントナイス。めちゃくちゃ楽しいなスプラトゥーン。あぶねえ、手汗やば。横から失礼し、やば、なんか来てる。なんでそこにいんの、ジェッカスが。意味不明なんだけど。でも勝ったわ。でかい。味方しか勝たん。サラダバー。